アカデミーク、セルゲイ・コロリョフは、ソビート連邦の衛星追跡船、ソ連での交渉選手は調査船で、計画名は1908計画、カノープス。船名は、初期のソビート連邦の宇宙開発であるマイナス7、などの宇宙ロケットの開発に携わり、社会主義労働英雄を2回、レーニン勲章を3回授与されたエンジニアで、1966年に、 死去したセルゲイ・コロリョフにちなむ。なお、アカデミークが求められた。1968年9月1908、計画はソビエト連邦国防省から、チェルノモルスクドロプエクト中央設計局に発注された。設計は、SM コズロフ局長を、主務者に、ユーリ・テオドロビッチ・ケメネツスキーを中心に行われた。建造は、ニコライフの国会造船所で行われ。 アカデミーク、セルゲイ・コロロフは1970年12月26日に完成した。ソ連の衛星追跡船のうち、アカデミーク、セルゲイ・コロロフのみが他の船舶からの改装や設計の流用を行わず、一から専用の設計で建造された。船体は、船首楼と船尾楼を有し、デッキは上、デッキとボートデッキ、主デッキなど4層に分けられていた。 1200室の船室と79の研究室は3層のデッキに分散されていた。これらのデッキは、はしごと5機の貨物用エレベーターで移動できた。船首楼には、船橋と通信室、乗組員と技術者の居住区、船尾楼には総受信施設と乗組員の居住区があった。喫水下は、水密壁で14の区画に分けられていた。アカデミー区、 セルゲイ・コロリョフは、指令を大気圏外に送信する際に、衛星測位システムとプラスマイナス3度の水平を維持できるジャイロスタビライザー、それらに接続した電子計算機による自動制御が可能だった。この自動制御により、最大で風速秒速20メートル、シーステート7の高点下でも測定できるようになっていた。さらに、 通信中の船体の安定と位置を保つために、船体には船首に1機、船尾に2機のサイドスラスターに装備しており、3ノットの速力で移動できた。電力は、船体後部にある7機の100、キロワットディーゼル発電機が供給した。実験室と居住区、共用区画にはエアコンが設置され、冷下摂取30度から摂取摂取35度の外気温でも、 船内の気温を一定に維持することができた。最大1020日間の長期航行を可能にするために、モーター燃料3600トン、ディーゼル燃料1700トン、潤滑油117トン、ボイラー水147トン、飲料水917トン、清水483トンを搭載し、さらに1日あたり20トンの生成能力を有する海水淡水化プラントを装備した。さらに、 ラウンジや、図書室、体育館、屋外と屋内に各1名ある、プール、64人収容と156人収容の、食堂があるほか、手術室を有し、X 線撮影や理学療法、歯科治療が可能な高度な医療設備を有し、3人の、繊維と1人の医療助手が常駐した。船橋左右の、クワットリングアンテナや、船体中央部の V チューブタンパーアンテナをはじめ、 宇宙波や極超短波などの通信アンテナを合計50機搭載した。人工衛星や宇宙船の通信、制御は極超短波で行われ、船体前方の直径12メートルのパラボラアンテナと船橋上のレドームに覆われた直径2.1メートルのパラボラアンテナが用いられた。通信と制御は別々の通信室が上構え後部に設けられた。 地上の管制室との通信は、船体後方の直径12メートルのパラボラアンテナと、モルニア衛星を介して行われた。3機のパラボラアンテナは3軸方向のスタビライザーを有し、手動で稼働できる他プログラムによる自動制御や追跡も可能だった。人工衛星や宇宙船の軌道や測定などの情報は2台の電子、計算機で操作されたか、 船内の共通管制室で一元管理された。ここでは、測定屋敷、通信の情報の表示し、研究室の個々のシステムを監視したり、船内電話やインターホンの操作を行った。また、計測機器や短波送信機は、液体窒素による冷却装置を備えた。アカデミーク、セルゲー・コロリョフを描いた6コペーカギって、アカデミーク、 セルゲイ・コロリョフを描いた40コピー限って、セルゲイ・コロリョフが現在のウクライナ領出身で、何よりアカデミーク、セルゲイ・コロリョフがウクライナ戦績だったことから、ソ連崩壊後にも切手の題材となった。アカデミーク、セルゲイ・コロリョフをはじめ、コスモノートウラジミール・コマロフや、コスモノートユーリーガ・ガーリンといった、ソ連の衛星追跡戦は、 ソ連科学アカデミーの海洋探査研究局宇宙研究サービスに属し、実際の運航は国会船舶公社が行った。1971年3月18日、アカデミー区、セルゲイ・コロリョフは最初の長距離航海に出発した。以降、1990年までに11ヶ月から1年に及ぶ長期間の航海を22回行った。 総航行期間は延べ10年、航行距離は約50万マイルに及んだ。主な任務として、宇宙ステーション、サルートや、ミールト、有人宇宙船、ソユーズ、プログレス補給船のドッキングや、軌道飛行、着陸の支援、ベネラ計画やマルス計画の着陸船との通信。1988年7月7日と12日に、打ち上げられた、ホボス1号と、 ホボス2号のロケットブースター段階の軌道制御が挙げられる。1991年4月19日から10月28日までの最後の公開の後にソビエト連邦の崩壊によってアカデミークセルゲイ・コロリョフとコスモノートユーリーガ・ガーリンはオデッサを低傾向としていたためロシア連邦とウクライナの間で貴族問題が生じた。2隻は バルト海船舶校舎への遺憾が試みられたが、結局ウクライナ戦績となり、ウクライナ国防省に引き継がれた。しかしウクライナは衛星追跡船を必要とせず、アカデミーク、セルゲイ・コロロフは経留されたまま放置された。1996年、アカデミーク、セルゲイ・コロロフは除籍され、オロールと改名された上で、スクラップとして売却された。同年が秋、オロールは、 インドのクジャラート州アランに到着し、同地で解体された。ABCD。2019年7月6日閲覧。ABCDEFGHIJK。2019年7月16日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQZ。2019年7月16日閲覧。ABCDEFGHI ノ、no, ーマンポルマー。 ヘンチョ、町や都市を分け、ソ連海軍時点、原処防1988年 ISBN4 から5 6 2 0 1 9 7 5一 p 4 5 5ハット AB、なぜ、ソビエト海軍宇宙艦隊は死すべきだったか、ロシアビヨンド、2019年7月6日閲覧、ありがとうございます。